やりましたあのね、実は浜田さん、はい、そろそろ、うん、対決の時期ですか。シーズンがやってきたんですよ。おお、なるほど。あったかくもなってきましたし、なるほど、過去にいろいろありましたけど、はいはい、そろそろ対決を始めようじゃないかと。ちょっとその辺をうちのポンコツたちが、うん、はい、安い安いテレギャラで来てくれたんだこんなに安いのテレギャラでね、うん、もうな、ガチャン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 みたいなもうネジ全部外れてる。じゃあポンコツたちがどうぞ。やっぱえらいもんでこうやって出た時のホコリコの人気も出てきたね。待て僕もありましたよ、キャーがすごい気持ちよかった、はい、ありました、はい、ありました、どうしようかって言うてるんですけど、はい、この3人がどっちつくかっていう話なんですけど、あ、なるほど、ちょっとガキの使いのマスコット的存在の山田さん、はい、ありがとうございます。お願いします、まあ、僕マスコットなんですけれども、はい、まあ、正直敵存在、ね、あ、敵存在、そう、敵存在なんですけれども、本物のマスコットになった僕は正直、はい、松本さんの方に行かせていただこうかなと。今回はこういう意思があるみたいなんですよ。あ、そうなんや、あ、じゃあじゃあ、うわ、軽い、いやいや、ちょっと待ってちょっと待って、もうちょっと粘ったれよ、ね、もっとちょっと待ってや、山ちゃんみたいな、いろんな要因があるんですよ、その松本さんのところに行くっていうのはね。あ、なるほど、まあ、正直、はい、飽きた、はい、まあまあ今笑いにはなってないから、え、ここに行くも僕らも、まあちょっと今回松本さんの方もういいわ、別にないですか。いや全然別にこの強気なこの感じはね、いや腹も来ますね。いや行きますよ、じゃあこっち。いやどうぞどうぞ、じゃあ、はい、はい、はい、死ぬまへんよ、どうぞ行ってください。それで、はい、今回どういうことをやろうかと。なるほど、今上がってんのが何やったっけ、ボーリング。あ、ボーリング、ボーリング、はい、はい、ボーリングを、うん、あなた普通に一人でやっていただいたらいいですけど、はい、僕らは4人で4つの球を一斉に投げます、はい、世間の声を聞けなんでだね、なんでなんでなんでよ、壊れる壊れる、お前何ボーリングどのおっさん目線で壊れる壊れる、そんなことは壊れんようにしてないか、ボケごめんねえ、でもどっちが不利か有利かちょっとまだこれ分かんないですよ、分かんないですよ。ただこれぐらいの例やで、4人で投げれる？まあまあ、いや投げれるでしょ、ね、なんとかなんとか、あ、ちょうどあ、ちょうどこれぐらいですね。いやいや、こんな幅ないって。いや、ちょうどこれぐらいですから、これぐらいですから。いやいやいや、はみ出てるけど大丈夫。いやでもねえ、フォーカスちゃん、はい、ギリギリ入ります。いや、俺がねえこうしたいまあまあ、それが一つね、はい、他は、はい、他はね、僕らが、うん、湯豆腐を1丁食べる間に、はいはい、あなたは冷ややっこ4丁いや、ああ、ちゃうで1丁やろ、はい、そうですよ、はい、そうですよ、はい、ものすごく食えるかな、まあ、いや熱いですよ、めちゃめちゃ熱いですからね、湯豆腐ですよ、湯豆腐ですから、冷えてるでしょ、食べや、僕ら食べにくいです、ね、常温、はい、常温、はい、今日は根性を入れたら4人おったら何度もなるやろ。いや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 、負ける負ける、いやいやいや、負ける負けるよね、うん、もちろんドリンクみたいなのなしですよね、ドリンクもなしよ、なしですから、うん、今日はないわ。あ、そう、他は他はね、あ、お前は 100m 普通に走る間に、うん、おいらは、はい、4人5脚、はい、うんうん、で、20 30m 10m、これもええ勝負や思います。いや、これは走れないですって。ありえん、こけたらもうアウトですよねこけたら終わりですもんね、こけたら終わりよ、ええ勝負ですって。いやいや、あかんあかん、もうそういう陸上的なのやめよう。まあまあ、かっこしてますけどね。あ、そう、あ、これ俺いいと思うね、おいらは砲丸、はい、で、お前は、あ、で、おいらの4人の総合計、はい、距離の、はいはい、それをお前はやり投げ1回。いや、これは勝てるね、これやめましょうよ。いや、だって、いやいや、砲丸はそんなに飛ばへんね、はい、あ、砲丸じゃない、砲丸じゃない、これこれ
円盤投げ、円盤投げ、ハンマー投げ、ハンマー投げ、ハンマー投げ、あれをおいらが4人でやって、お前やり投げ1回。ああ、いや、それでもやり投げの方が飛びそうな気すんの。あ、ほっか。いや、まあまあね、あ、ほんならお前が砲丸、あのハンマー投げ1回でおいらやり投げ4回。え、違う違う違う、ほんだらっていう意味が分かるほんだらですよ、ほんだらですよ。じゃあ、ほんだらでしょ、それは。いやいや、いやいや、そしたら、こっちの方が勝つんちゃうか言ってんのに、なんでほんだらになって、入れ替わんのって。あ、体育館みたいなところで、野良猫を放すのよ。はい、はい、はい。で、はい、俺ら4人で捕まえる間に、はい、お前は同じ体育館で、あの、なんか、毒蛇的なものを捕まえるんだ。聞いてくださいよ。だって、速さがもう全然違いますもん。俺じゃどうしても楽ですよ。キュッていきますよ。おっさん。キュでいきます、はい、どっちもはぁまあ今はね、まあそれと余談なんですけども、はい、それとはまた別に、うん、あの山脇さんの、うん、あ森マン対決も、あ、いよいよ来た、いよいよですね、自分もお前やるよ、お願いしますよ。いや、あのね、もう逃げんといてよ。逃げません僕は、うん、正直もうこの間見に来た客はがっかりやからね。まあちょっと見てください。いや、あれは本当にね、はいはいはい、あのすっごい腰強打して絶対うせえやん。マジです。普通に歩いてたやんけその後。いや、もうあれは僕の精神力ですよ精神力で。マジですか。お客さんを生かしたら顔って一番かけやん。あれあれ、あの話はもうどっかでしたのかな。してない。じゃそう、今、うん、ここで。マジですか。いや、僕は強くなったという話ですよ。あ、なるほど。ああ、まず、はい、去年の4月に第1子、はい、ももちゃんが生まれて。そうですね、はい、うん、はい、うん、今年11月、うん、第2子が生まれます。え、マジ、うん、だから何、え、だから何、え、だから何。いや、年子が生まれます年子が生まれます。年子が生まれます。だから何、だから強くなったんです。あ、強くなったって言いたい。生まれ変わったのね。生まれ変わりました。そうなんですよ。俺はもう息子、あ、息子ほらけど娘に。そうなんですよ、はい、2人の子供の親やんで、はい、いや、もうまあ途中でやめんのやめて。これだけ言わせてください、はい、ただ怪我をしたらそれはしょうがないですよ。それはしょうがないですよ。前のもハプニングですから。怪我したか。怪我したらってどういうこと。いや、前のも腰を怪我するようなことさせてへんやな別に。ほんとちょっとの怪我で、うん、もうすぐもう違うねん。自分のな、うん、見える怪我やったらもう知らないから言えるやん、うん、はい、あばらがどうやったとかね、はいはい、腰がどうや、はい、俺ら分からんねん、はい、自己申告やん、うん、いや、だからそれやめて。いや、だってそういう怪我しかないんだもんキャラ、キャラ、キャラ、キャラなんだもんだって最近、あーって言うたことあります。それは何、人に対して。あ、人に対して切れたってこと。まあそうや、まあ切れたっていうか。いやいや、ないわ。あーやろ。あーですないな。俺ね、40年間ね、うん、生きてきてね、あーって、まあ今まで何回か言いましたけど、はいはい、今までで一番でかいあーをこの間言いましたね。どういう状況で。いや、もうあれはもう言わざるを得んかったですね。俺こんなにあーのでかいのが出るとは。もう多分ね、死ぬまであのあーを超えるだけのあーは出ないと思うんですよ。すげー。はい、いや、教えてよ、何やの、どんなやつやったの。ちょっとバーみたいなところで飲んでたんですよ。おうおうおう。ね、はい、まあ、カウンターだけしかないようなところ。はいはいはい。おばあ2人入ってきて、うん、ね、うん、どっち酔ってるんですよ、うん、で、この場合もね、常連らしいんですけど。なるほど。なんかめっちゃ酔って、めっちゃテンション高いんですよ、うん、ほんでね、一人のおばあがね、ブラジャーの感じがおかしいって言い出したんですよ、うん、なんじゃそれ、いう話でしょ。まあね、なんかブラジャーのなんか感じがおかしいねんって、なんかおばあん同士で言うとるんですよ、うん、その時は俺も、あー、あんな大きい声で言うとは夢にも思ってなかった。ああ、その状況じゃ関係ないからね、はいはい、俺にはもう関係のないことです。おばあんが何を言うとんねんと、もう逆手からや思ったんで、うん、もうほっとけよ思って、うん、もう全然見えんかったんやけど、うん、ほんなら感じが悪いからちょっとセーターの中手突っ込んで、おばあん同士で
外したりしとるんですよ。はいはい。なんかホックをなんや前や後ろやってなんやわーきゃーわーきゃーやってる。どうせんの思てもう絶対見んとこう思てずっと無視してたんですよ。でも会話でなんだかわかるでしょ、うんね、何やってるかね何やってるかまあわかりますよね、うん、まあ早やって早終われよ。その時もまだあんな大きい青を言うとはまあ思ってないわ誰も思ってなかったと思うんですよ、うんうん、ほんでなんやブラザーがまた一回外してなんやしとるんでしょう、うんうん、見てへんけど、うん、ほんでなんやがまたあんたもちょっと外してみーなみたいななんか手ツッコミはしとるんでしょう見てへんけど、うん、であんまりワーキャーワーキャー一回ねごっつテンションが上がったんですよ。バーって上がったからもうその辺にしとけよっていう意味も込めてチラッとだけ見たんですよ、うん、ほんならその一人のババアが見すぎ見すぎ見すぎだからあのね、私本当そう話変えていいですか、はい、ものすごい腹立ってるんですよ。CDMA1 うんこないだねあれ何曜日ですか知らんがなほら知らんやろ、うん、知らんことがまた腹立つんですよ。まるまる一日使えなかったんですよ。ほらって言うてるでしょ。なんでそれを知らんねんと。もっとニュースでやれや。僕ね CDMA1 持ってるんですよ、うん、全く何もせえへんのですよ、うん、かかりもしないわけですよ、はいはいはい、おかしいなぁ果ておかしいなぁと思ってで営業所に電話したんですよ CDMA1 ほんで昨日の5時から急に使えなくなって5時からなんか事故でまだ復旧の見込みが立っておりませんとこういうことを言うわけですよ、はいはいはい、それはそれでしょうがないと、うん、事故やから、うん、しょうがないけども CDMA1 が使えないということをどうもみんなにもっと言ってくださいと、はいはい、ごっついことでしょこれは、うん、俺の怒りは全然伝わってないCDMA1 が使われなかったことを知ってた人こんなビビたるもんですよ。結局ね結果的には20何時間で復旧したんですよ、うん、でもね48時間以上経ってしまってたとしたらねメッセージ消えてまうんですよ、うんうん、ということは僕のあの中に入ってたメッセージが誰なのか一生わからないんですよ。大変や。これがものすごい大事なものすごい大事な出会いの電話やったらどうするんですか僕はそのことも何も知らないわけででそのメッセージを入れた人も CDMA1 が使えなかったということも全然知らんかったら松本電話入れたのに全然かかってけんやないかもういいわとなって僕の大切なもうええわもう分かったってもうなくなってたのも分からないんですよ。分かった分かったもっとなんで怒れへんねんみんな分かったって結局聞けたよ二十何時間で済んだから結局聞けたけどせやし相手は藤原やったけどでもねこれはたまたまであってもしかしたらものすごい出会いがあったかもそう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 ほんまに分かったってなあ分かったおっCDMA1 ほんまえ何 CDMA1 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 言うたれ CC 言うたれ噛めへんやんで済ませへんぞ D出るとこ出たろかM むっちゃ腹立っとんねんぞA A A CDMA1 やろまた予算あるなおいいつ落とすねんこれあかんぞCDMA あかんぞあかんぞあかんぞワンワン今までに数々の美談を持った松本さんの美談中の美談、うん、アメリカ人なら誰でも知っているというニューヨークのビルから落ちそうな子供を見事無事救出した時の話を教えてください。あれはねおい
あのタイミングやなと思いますね。あの人を救うレスキューですけど。はいはいはい。なんで顔が変わってんの？レスキューで。レスキュー、レスキューですけど。どういう状況だったんですかこれ。僕アメリカにね、うん、あの旅行行った時なんですけど。はい。で僕まああの歩いてましたんですよ。はい。まあ別に当てがあるわけでもないし。ブラブラ。ブラブラ。どこを歩いてた？そのステーションビルの辺。え、なんや？ステーション。それ駅前やねん。あ、そうか。なんやステーションビル。そこをねこうふわーっとこう。どこの駅前やん。いやいや歩いてたんですよ。ほ、うんな、うん、おーハプンハプンハハプンこハプニンハプニンおやおやおやなあ見たらもうすごいことなってるわけですよ上で。何がいいな。えすごいことっちゅうの何。ああ、だから子供がこうガッともうなってるんですよ。え、その何窓かなんか、ま、窓かなんかにこうガッとブラーンとブラーンと、おろろろろミラクル、いつミラクル、なんでミラクル。いやだから何も始まってないし終わってないがん。なんでミラクルで、だあのヘルプミーヘルプミーって言われたわけですよ。はいはい。もうこれ見かねてね、僕はもうそんなつもりでアメリカ来たんじゃないんですよ。そらそや。お母さん、僕はそれじゃ行ってきますと。なんて言うたの。ん、レスキューレスキューって言うから。はいはいはい。でバッと行ったらもう子供がもう今にももうパワーパワーダウンパワーダウン。もう全部単語やな。ゲームオーバーゲームオーバー。まあええわ、なってるわね。そう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 、ね、ヘボーイヘボーイ、向こうもヘボーイヘボーイ。いや、なんでやなんでやそんなん映画な。どうやって助けたか言えや。前ねえもいつ人しまそんなんええねん。そのあとでええわな。お前ええわ。人しますモード人しますモード言うたんや。うん、うん、ほんなら、うん、おいつグレーツブラーンブラーンね、おーキューティアホがアホに助けられない。うん、もうすごかったですよ。3階建てやからね。落ちてもええやん。3階建てぐらいが一番怖いんですよ。怖ないな、今のリアルな高さやからね。うん、家族2世帯で住んでるんでしょう。一軒家か。お前ステーションビルなどこ行った。こんにちは。私は今病気に悩まされています。その病名は人混みの中に行くとおならが止まらない病です。あるか。勝手なこと言うな。おかげで彼氏ができてもデートしているうちにおならが何回も出てしまうのですぐ逃げられてしまうんです。おしゃれがテレビでブーブー連発されているのを見て涙が出るほど嬉しいです。あ、羨ましいです。今までいろんな薬を飲んだし、座薬でお尻に栓とかしてもダメでした。どうすればよいのでしょう。我慢ぐらいできるでしょ。別に何とでもなるでしょ。これね、僕思うにね、うん、あの精神面から来てると思うんですよ。どういうことですか。人がガーッと集まってくるとその場から早く逃げ去りたいと思うわけですよね。で、体の中で自動的にターボみたいなものが早く逃げようと思ってブッ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 ってなるわけですよ。ブーブーF1、F1 なんやねんあれ。あれなんやあれ F1、 何がおもろいねんあれ。あーあれ。あー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 やねん。そんなお前気軽に運転できへんがな。絶対俺の方が早いわ。こんなんやん、うん、これで300キロぐらいで走ってんねんあいつら、うん。え？いや俺できると思うけどな。300キロやで、うん、ほんでガーもう頭がこうなるわけや、うん、300キロだって誰か一人が300キロじゃないやんか。
みんな300キロで走ってるやん。自分一人やったらなんか損みたいな。いや損とか損とかやらねえ。それ出せる出せへんの問題やない。マシンがすごいのであって乗ってるやつは別に乗ってるやつの腕やないかい。そんなもんハゲ。だって俺教習所行ってる時にもう教習所の車の時俺のマシンは全然違う。教習所の車こんなやつ乗ってるのか。こうやって S 字とかクランクやってるのかい。楽やんその方が。あんてねえお前。あ、僕はお前俺の技術は教習所の教官がお前飛ばしすぎやって言って。それは昨日の範囲が教習者っていうのは早すぎる言われてんねんね俺。教習所のおっさんに早すぎる言われたって40キロぐらいやろかい。いや教官もびっくりやからね。路上でだって40キロ以上走らせんやんけ。俺それで一回落とされたんやから。40キロのとこちょっと42、3キロ出ただけで出しすぎや。出しすぎや。お前もほんなちょっと素質あるんか。アホか。40キロでそいつなんかあるか。なんでやねんな。俺なんかお前遠い距離金もないからガソリンもちょっとしか残ってへんのにそれで計算して家まで帰んねんで。いやそれとさから A1 のマシンとどう関係あんねん。あいつらそんなこと考えてへんやん。いやいや考えてるやないか。ピットインしてガソリン入れとるやないかい。別に金出してへんやん。なんで金出さなあかんねん。仕事しとんねんないかそれ。我らポケットからお前金出すんかい。それだけでもだいぶ違う。何を言うとんの。台風が来たでしょ。ものすごいでっかいのがね。まあまあまあどうでもいいね。東京に直撃したじゃないですか。僕、まあ、あの日休みやったんですけど、はい、家でテレビパーつけたらね、あの羽田とか東京駅とかに行ってるじゃないですか。今現場はどうなってますかみたいな、うん、あの空の便はどうでしょう、はいはい、新幹線は走ってんのかなみたいなことで、うん、まあ現場行ってるじゃないですか。ほんならその羽田とか、はいこちら羽田ですと、ほんならそのな客がね、いやおるんですよ、やっぱおるねん。ほんでもしかしたら飛んでるかなと思って来たっていう。いやだからずっと台風が言うてるやんけ。もう前の日から飛んでるわけないやん。なんで来んの。ほんでこちら銀座ですって。で銀座でね、なんかまたインタビューしてるんで、ほんなら今日休みやって、休みで銀座に来たい、あの行きたいお店があって、そこに来たんやけど銀座の駅降りたらものすごい風と雨で、もう店まで一応行ったけど閉まってたんで帰ります、残念です。いやだから直撃してるって言ってるやん。バカ家族バカ家族。東京に遊びに来ましてん、でも新幹線が動きませんねん。もう明日帰らんと、もう仕事があるから絶対帰らなあかんのに、もう台風で新幹線が動きませんねん。動いてもらわな困るわ。だから来てる言うてるやん。ものすごいおつゆ出たよ。これモニター越しに見えたから。なんで事前に調べへんの。調べへんっていうか、飛ぶわけないやん。飛ぶわけない。っていうかね、もう3日も前からね、もうがっつり来てたやん。でも、いや、ものすごいラッパズボンみたいになってたよ。いや明らかに東京区変わってたよ。いやいや、そうやけど、ああいうのって、蓋開いたらずれたとかいう時もあるやんか。そないに来てない時もあったやんか。うんうん。お噂のダブル小鼻かってやるでしょ。でそんなもあるからついつい行ってしまった人もおるんじゃないの。そうおかしいでしょ。だってなんでだってね、朝起きた時にテレビつけたら、うん、もううわーなっててこちらはいやいやいや違う、見たの見て、でも行ってみたら意外と飛行機飛んでるかもなって。あげるかお飛ぶかボケ。いやいや飛んだとしたら違う意味はこんな感じで飛ぶか。いやまあまあ飛ぶか。朝のそれを見た人が行ったやつは間違ってるよ。絶対アホやん。そうやけど、絶対アホやん。まあ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 、もう傘こんなんなってんのに、傘こんなんなってんのに飛行機飛んでるかもしれん。飛ぶかアホ。いや俺はボケほんま。そら自分を大切にしてるよ。ごめん。ほかほんま申し訳ない。
脳って知ってます？脳。脳。脳って？ひらがなの脳やないかい。ひらがなの脳は知ってますよ。ひらがなの脳。え？ひらがなの脳。脳について私いろいろ最近研究したんですよ。おうほうほう。脳っていうのはこれ面白いもんですね、うん、ああそう脳がついてるうちにはね舐められてるっていう証拠なんですよね何言ってるか分かれへんけどじゃあ発表してや脳がついてるどういう意味か例えばですねカブトムシはいねカブトムシカブトムシって言うでしょ、うん、カブトの虫とは言わないですよね言わないそうでしょカブトムシって言うんですよ、うん、言いますだからその脳が取れて初めて独り立ちうん、市民権を得たわけですよもう舐められてないわけですようーん彼は何を言ってるのいやいやじゃあ空手のチョップっておかしいでしょおかしいよ空手チョップじゃないですか、うん、いやおかしいから空手チョップって言うてるいやおかしいから脳は入れないんですよでもね昔は言うてたはずなんですよあそう多分空手がまだそんなに市民権を得てない頃ですよはいはいはい空手っちゅうのがあってなああこれチョップやろこれを空手のチョップで空手チョップなんやって言うてたはずなの空手チョップ言うてもうたなじゃあまあちゃうな僕の伝えたいことはそういうことじゃないなあとゴルフクラブ、うん、ね、うんこれはもうゴルフがみんなさんに、うん、これだけ浸透したから、はい、もうゴルフクラブで通じるわけですよ、うん、昔まだゴルフがまだそんなに普及してなかった時はゴルフのクラブって言ってたはずなんですよゴルフのクラブだから脳がついてるうちは舐められてる証拠なんですよほうまだ一人前として認めてもらってないっていうことなんですよ舐められてるもんっていうのは何があるんですかえ今現在舐められてるもんはどういうもんがあるんですか例えばじゃあ一番分かりやすい話しましょう、うん、ダウンタウン松本、うん、これは、うん、もう愛されてるから成立してるじゃないですかダウンタウン松本、うん、もう市民権を得てますからねでもお前は悲しいかなダウンタウンの浜田なの舐められているなんですよそれお前の言い方一つやんいや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 ダウンタウン松本ってこれ言えるでしょ、うん、ダウンタウンの浜田ってやっぱり言うてしまうじゃないですかやっぱりレベルが低いんですよ なんで言うてしまうねんなそのいや映画の他で「の」がついてて舐められてんのは他何かあるんですかっていう聞いてるね浜田の乳首ですよそうや浜田の乳首やこれは市民権を得てないんですよお前は松本乳首言うんか松本乳首それはあんたの言い方一つであってああそうかなもっとみんなが聞いてああっていうあそれにはのはついてるよねそれ発表せんとあのね松本のいやそんなんええねんいやこれ聞いたこれ言いたいこれ言いたいもうちょっと分かりやすいこれもうちょっと大変言いたいねんてもうちょっと分かりやすいいやこれ言わせて松本の脇がこれは脳がつくんですよなぜなら松本は脇がじゃないから浜田脇がなこれは市民権を得てるからなんだいや得てないってみんな臭いからですよみんな臭いいうことを知ってるからですよみんな臭いいうことを知ってるからなんですよだからやっぱり市民権得てるなんでそれだけ脳入れへんねんおかしいみんなが分かることを言え独り立ちしてるからなんですよ独り立ちしてへんがないやいやだから脳っていうのはいやが分かりやすいことを言えやなんですごい分かったでしょいや、俺やんかよ日本のテレビって言われてたんですよこの曲そんなわけないやん開局した時から日本テレビいやそんなことないでしょ多分日テレが一番早いはずですから民放ではねだから日本のテレビって言われてたんですよ
日本のテレビ見ようや。いやいや、そんなわけない。それが脳がなくなったのは、もう日本テレビ、日テレが、こう、もう認められたっていうことなんだ。だから早く、俺が結局言いたいのは、それはどうでもいいんですよ。お前は早く脳が取れるように頑張れよ。ボケ。いや、そんなんで締められへんやん、みんな。納得できへんやん、そんな。そんなことやったら、もういつまで経ってももう73や。ん？何が？もうギャラはな。ねえ、僕この間ほらヘイヘイの時に急に歌歌されて、はい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 、あの時から僕うすうす思ってるんですけど、はいはい、僕ってやっぱり歌音痴なんですかね。いや自分では、いや僕は自分では全然思ってないんですよ。平均よりは上やと思ってるんですね。はい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 。でも違うんですかね。ちょっとまずかったな。この間はな。あんたちょっと馬なったよね、昔に比べてね。ちょっとね。なんでなんでしょうね。慣れちゃいますか。あのね、中島みゆき。え？じゃあごめん、僕は代表して聞くから。誰ですか。あのね、中島みゆきの。最後の話聞けよ。中島みゆきのお姉さんで中島みゆきって言うんですけど、なんでお姉さんだよ。名字が一時違うの。名前が違うやったら分かるけど、お前どっちの中島やなったらあかんやん。それやったら中島ねえやこっちは。ね、いるんですけど、中島みゆきっていう人が、はいはい、あの人の歌で、あれ何やったかな、男には男のっていう歌があるじゃないですか。なんかドラマのやつやったね。なんかあったじゃないですか。僕ね、あの歌を歌えないんですよ。何回歌ってもっていうのは、歌い出してすぐ終わってしまうんですよ。あのね、男には男のふるさとがあるというって終わってしまうんです。え、それは間違ってんの。間違ってんの。間違ってるみたいなんですよ。もっと始まりたいんですけど、次まだ女には女のっていかんといかんのですよ。それが僕歌えないんですよ。あ、なぜなんですか。知らねえな、そんな。多分ね、そこで下がったダメなんは自分でも分かってるんですよ、うん、でも、はいはいはい、男には男のふるさとがあるというって言うてもおかしいでしょ。続けられないんですよ。はい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 。直してください、僕は。いや、僕を直してくださいというか、僕を殴ってください。そんなことで殴ってんの。いや、歌えないんですよ。やっぱりダメなんですよね。向こうもんは強いんですけど、U2 とか。俺知らん、ほんま。U2 とか知らない。知らん、知らん、知らん、知らん。外国の曲なんか別に聞いたって何のこっちゃ分からへんでしょ。いやいやいや、アラベスクとかもう。フルー。いやいや、アラベスク知らんやつもおるで、多分ここに。え、知らんの自分ら。なんで知らんの。興味ないの。いや、古いね、古いね。えら古いねんって。あ、そうなんですか。古いねんって。まあまあ、じゃあいいですけどね。あ、そう、なんかどん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 この客と僕との間に距離が生まれます。いやいや、それはあんたが知っていったらその話でしょ。おかしいぞ、それは。どうなんでしょうね。いやいや、そんなこと言われたって。じゃあちょっとマングローブの話でもしますか。何やの、さっきから。これなんでこの辺気にしてんの。ちょそのね、鼻毛がね出てるよ。もう出てることは俺ももうネタはあっとんねんけど、ネタごっついことなってる。ごっついことなってるんですよ。だからその決して悪性のもんではないので。鼻毛に良性も悪性もあるかい。ほんまかいわ。抜いたやで、いっかっと抜いたらなんかあれやんか、プレゼントせなあかんことになって。番組プレゼントみたいなことになってしまう。それではもう何のこっちゃ分かれへんからね。さこの間もね、俺道歩いてたらね、今なんかみんな同じような格好やろ、うんうん、でタッチ悪いんか真面目なんかよう分からんねん、うんうん、でも不気味やねん、毛糸の帽子なんかこれぐらいまでかぶってるやん。なんか分かれへんねん、妙にテンション高いやろ、もううぅぅ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 ぅ
もしてくれないんだねって、タイミングを与えろって言う俺も、おう言おうかな、もう言うて帰られへんねんよってあんまりこの早いからお入りなさいが、まっちゃん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 からお入りなさいがもっとゆっくりやからな、俺も縄当たんの嫌やからやね、やかましい、もう足もすくむわほんま。お前やっぱね、あれですよ、気使うよ、あんな行ってもね、なんでやっぱ新築の家やと俺タバコ一本も吸ってないもんね。あ、そう、子供おるし新築やし。あ、でも山崎も吸うやんか。吸うけどみんなベランダで吸うもん。いや俺ね、ものすごい気遣いなんですよ。いやいやこれね、みんなね全然分かってくれてないと思うんですよ、はいはい、後輩を前にした時の俺って、うんうんうん、おいみたいなね、うん、何々を持ってくるのかみたいな、ね、いやパパやから思うでしょ。もうすっごい気遣うんですよ。マジで。でね、グアム、はいはいはい、後輩連れて行ったでしょ、うんうんうん、キムと俺とあと後輩3人ですよ、うん、ほんでね2部屋取ったんやけど、俺の部屋と後輩1人と、うん、でキムの部屋と後輩2人と、うん、でね俺後輩と同じホテルやったら、うん、寝る時でも、うん、おしっこ行く時でも、うん、女座りでやるんですよ。なんでジョボジョボで起こしたら悪いから。めった何を好感度あげよう。いや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 そこまでするかよ。いやいやほんまやですよ、もうほんとそれはお前がオカマやからさ。お父さん流行るか、そこまで流行らそう思ってんの。いやほんで、ね、そこまでする。いやほんまなんですって。こしかも流せないんですよ。なんで流せん。あ、音がするから。ジョバーで起こしたらかわいそうでしょ。何を抜かしとんなあんなの。でもその後輩は平気で別にファーってジョボジョボジョボやるんやろ。その話をね、グアムのね、2日目の夜ぐらいに飯食うてる時に、俺は実はこのぐらい気ぃ使ってるんでっていう話をしたら、キムがえらい感銘を受けてね、お前ら聞いたかと。出たキムの兄さんはここまで笑われてる。考えてくれてはんねやぞ。お前らもちょっと見ろい。ほんでその日のね、その日の晩にね、キムはその他の後輩2人と寝てた、3人寝てるでしょ。ほんでトイレ行きたなってんて、キムはちょっと起きてもうて、どうしようかなどうしようかな、でももうちょっとでみんなで起きようかって言ってた、あと1時間ぐらい時間やからどうしようかなって悩んでたら、橋本っていうちっちゃい後輩がいるんですけど、そいつがねトイレバーって入っていったんですよ。ほんで何の音もなくカチャって橋本が戻ってきて、まだ寝たんですよ。昨日言うたこと聞いたんや、うん、なるほど。あ、これは言うといてよかった、じゃあ俺もって言って、うん、ガチャッと開けたら、うん、うんこやった。流してよ。考えられへん。考えられへん。キムがバシッと流してた。その音でもう一人の後輩が起きたっちゅう。ね、僕ねやっぱりね腹立つことがあるんですけどね、はいはいはい、マラソン、あれマラソンやなんや言うてようテレビでやってるでしょ、うん、でこの間もなんかあったんか、やってた東京国際マラソン、ええー、でやったらええけどトラック走ってたらええんちゃうんか。いやマラソンやから外走る。なんで外走らなあかんねん。それのために車止めて、なんやねんお前ら何様やねんちゃうの。いやいやいや、思わへん。いや思えへん。だって 42.195 キロ走ったらいいんでしょ。あ、そう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 。いやもっと言えば体育館でもいいわけですよ。もっと言えばルームランナーでもいいわけですよ。なんでちょっと走ってんの。いやいや、ちょっと坂鳴ってるとことかいろいろあら。いや、ほんならルームランナーでたまに誰かが坂にいいじゃないですか。いや、そんなことせんと自然の中を走ろうよ。自然の、いや走ってる距離は一緒やけど、うん、淡々と走ってるんじゃなしに、うん、暑さもあるでしょ。はあはあ、いやそれは誰か手がったらしたらいいじゃないですか。カチャってやってビーンって照らしたったらいいじゃないですか。ほんまね分からんわあれは。ええやん別に、そないしょっちゅうやってるわけちゃうがな。うーんとね、なんて言うんですかね、この国はね、国を切りましょうとしたこの国はね多数決の国でしょ大体が。なんか少数人数よりおたおお何を言うそうじゃないですか、
ね、一人じゃ100人に勝てない国じゃないですか、うん、この国は、うんはいはい、そのくせに、いやそれなら分かったと、うん、せやのにもかかわらずですよ、マラソン人口なんてたかが知れてるでしょ、うん、それで車乗れない人とか、うん、渋滞に巻き込まれる人数を比べたら、うん、全然違うわけでしょ、うん、でもマラソンを優先させてるっていう、はいはいはい、それが分からんのですよ。いや聞きもせんからやん、だからやめた方がええと思う人聞いてくれや、みんなはい言う思うやろ。でも俺の言うてることが正しいのは一理あるっていうのは分かるよな。いや、なんでなんでやねん。何がいな、どんな青春やねん、どんな青春を歩んできたんや。それ知ってるくせに。ええ、おかしいって何食べてんねんお前は。いやせやし、これが日本深夜世界深夜言うたって走ってるところが違うんやから、そりゃ違うっちゅうねん。じゃあそりゃどこでやったって一緒や、そりゃ同じ条件でやらへんかったら意味ないわけでしょ。そりゃそうや、野球の球場と一緒じゃないですか、うん、ここあかね。わかるでしょ。わかるかい。ここあかっぱそこね、おかしいんですよ。なくしましょう、みんなで。というかその前目かまへんやん。で一回お前それ中継やってる時ガー入っていったったらええねん。むちゃくちゃしたろかな。ガガ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 ガほんまむちゃくちゃしたろかな。捕まる。うん、捕まるんかな。そう捕まる。でもそんなすぐ出てこれるでしょ、そのぐらいなら。まあやってる行為来る選手、来る選手全部パンツガーめくってるよ。その間待ってんのかこれって。そんなわけいけへん、ほんまや。おかしいねん。そりゃそれもあれどうなんやろね。走って泳いでの自転車乗って言って、なんかわからないでしょどうしたいんか。いやわからんこともないから最初泳いで帰ってきて自転車乗って最後走るんですよ。もうグダグダでしょ後半も。なんかもうまあグダグダや後半は。そういうことじゃなくて企画的によ。そんなことあれおかしいやな、成立してへんやな。いや成立してるがな、一個一個成立してるがな。ほんでずーっと走ってたらええやな、なんで一回泳がなあかんねん。違うわ、どっちつかずのアイオンチューかねおかしいやん。いやはぁ思って急に、いや思ってない、思ってうやー思ったらめくや肉やーってこんなん。おかしいやん、誰もそんなんやってるわけちゃえないか。で最後泣いとんねん。おかしいな。まあええやん、競技として楽しそうにやってはんねやから、うん、ほんま頑張ってください。いやほんま頑張ってください。えどっちやねん。金持ってんのはみんな知ってる。お前に言われたないわ。なあ山さん稼いであんねやな。稼いでない、稼いでない、みんなが思ってるだけや、全然稼いでない。いやみんながズルしてなんか節税してやってるだけ、私正直やってるだけだから私別に稼いでない。なんで肩こってんの。ただね、あの稼いだからってね、ほっとけっちゅうね、新聞でな、なんや、まあ、確かにそれはそうや、まっちゃん毛じらみで買い替えって書いてある。どういうことやねん。あ、買い替えで解決の会やな、みんな知らんけどもな。あ、だから三田よし子は言うてた、自分で何も節税に対して何もしてないからここまで出てるっていうのは分かりますよ、うん、ただ当然の額ですから。ただまあ俺は三田佳子に負けてるとは思えへんけどもね。って自分言うてたやんか。いやそれはあかんでって僕ちょっと言うてんねんけども。でもね、どういうふうにしたら節税ができるのか。でだから、うん、例えば、うんうん、泥棒が入ったとしましょう、うん、ですごいお金をがっさりと取られました、うん、それでも税金は全然免除にはならないわけですよね。それはあんま関係ないんちゃうの。でもおかしいよな、そんなもん物取られたんやから金ないんやから払われへんねんから、それはもうしゃあないはずなんですよね。例えば僕が道歩いてて、そやな、日医かどっか行ってカツアゲされたとしよう。待てとりあえず日医はやめようや。ええとこ行け。まあまあそう、伊藤洋華堂みたいなとこ行った時に変われへんやないか。ぐっつい悪そうな中学生が、うん、中3なんですわ。だから中学生みたいな。しかももう中3のもう3学期ですから。あ、もう何や、明日明後日高校や。高校やん。
そんなやつにおばはんみたいな笑わすんな。そんなやつに囲まれたら怖い怖い。そら怖いわね。そら怖い。お前ええもん持ってるやんけ。え、何が。いやいやいや、金ですよ、金ですよ。うんうんうん、もう四角になってるからね。もう見えたんよ。もうくっきりシルエットで分かんねえ。くっきりウギでなってる。もう何を言っとんねん。これねやってるから、それをもうガッと取られて、うん、あ、これほんなら猛毒かって言われて、うん、僕らそんなもん何もできないじゃないですか、うん、でも税金は取られるわけでしょ僕。いや、それはそうですよ。おかしいわそんな。絶対おかしいって。第一、お前なんでそんなもん半分も取られなあかんのか説明せえっちゅうんですよね。それ言われたら別にあれやけど、まあ、あんな取られたら金ないねんもん。ほんま金はもう予算持ってるように言われるけどね、ほんま金全然あれへんし。まあだから今週1回休みなんとかあるから、それを利用してほんま断金ドーナツかどっかで。わかった、俺こいつら連れて行くから。どこの店なあ、行ったらお前おんねんな。どれにしますか。だってやってくれるのか。やるよ、それはやる、やります。いや、でもほんまにね、あれですよ、皆さん思ってるほどね、そんなないんですよ、これがまたほんまに。いや、でももう半分以上は税金持っていかれるからね。でもね、俺ね、もうこうなったらね、来年は一番になったら思ってんね。せやん、ほんまほんま。俺20位以内にも入ってないのが目標で。あ、そう、うん、あんな君の目標はもう20位から外れる。もう外れることやねん。俺1位になることあんま。俺は三田佳子を抜く。それあんなおばはん何もしてへんがなって自分言うてたやんか。それはあかんでと。だました。でもな、ほんまにマジでお金ないんですよ僕。だからだから3000円返してくれ。借りてない言ってんやろ。もうええねん、借りてなくてもええから3000円。借りてなかった家にやったら何で。違うやんけ、お前にとって3000円はそんな痛いか。いや、ほんなお前も痛ないやないかね。でも返してくれや。いや、借りてないって言うの。5000円もやるから3000円返してくれ。え、それでええの。じゃあもう俺もずっともうガキ集まって5年間ちょい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 言うて、これでほんまに終わりでしょ。ほんまに3000円返してくれ。これマジやから。なんでそんなキレてんねん。借りてない言ってるやろ。どこ行くねん、どこ行くねん。ちょ、財布持って行ってくれよこいつ。マジでマジで財布持って財布持って行ってくれ。いやいや、俺金入ってないで財布。いや、ええよ持ってきてもええよ俺金。じゃあ3000円はあるやろ。あるかな。いや、でも俺返せへんで。いや、返せへんじゃあ渡せへんで。いや、マジマジマジ。長崎屋で、うん、俺は中2の時にお前と服を買いに行った時に、お前は T シャツが欲しいと、うん、で言うて、でも金がないと言うて、うん、お前は非常階段のとこで頭抱えてこうやってたの。違う違う、それは京都花月の時です。京都花月の時はまた違うんやて。あの時はまたあの時で貸したからまた返してもらう。違う。京都花月の時は姉さんに借りたん。メリマリ姉さん、メリマリ姉さんに借りたん。誰も知らんけど。もうええから3000円。いや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 。何せよ、ね、返せよ。もうほんま返せよ。ええ、全然金ないやん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ待って、ほんで、なんでほんまに俺取られなあかんの。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、自分ちょっとおかしいな、それ。なんで俺ここ出さなあかんの、俺財布。ちゃんもほんま、ほんまに3000円返してくれ。いや、まあまあ、ほんままあ、じゃあほんなゆっくり話しようや。な、うん、3000円をちょ、ほんまに、ちょっと。もうその別にそんな4000円とか、あ、ちょうどお前そんなちょうどあれあるやんか。これでも、もうこれほんまもうなしにしよう。いや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 、分かる。意味でお前金握って何してんの。いやいやもうほんま。いやいやもうほんま。いやいやいや、マジで。いやいやいや、これ俺の金だった。いやいやいや、もう相手やね。いやもうそれが1000円にしときや。いやもうほんまにほんまに。いや、他にも俺ジュースとかいっぱいおごってるで。いや、そんな。そんなこと言ってたら俺だってそうやんけ。
俺な言うとけどな、中学の時2回ぐらいなお前にヨーグルトおごったことある。父やすヨーグルト2回。100円ぐらいのもんやないかい。それはすごい、アホかお前。今とあの頃の100円いたらすごいもんやねん。じゃあもうほんまこれでも終わりにしよう、ほんまに。まあまあこれまたなんか使うわ。それ印刷おかしなってなかった？印刷なんて全然おかしいね。どうもやるわ。お釣りあんのやったら1万円渡すわ。ないやろ。いやあると思うで。ないない。いやあるよ一万。俺の財布。お前返せって。もう普通に3000返したらいいねやんけ。なんで3000にそんなこだわるの。俺の財布どこや。これいいやろ。これどれ。これあ五千円札。ほら懐かしいやろこれ。ずっと持ってんねん。価値出るんちゃうかな。せやん、うん、子供かお前。ちょもう俺手お前の唾液だらけや。じゃ7000円あるからお前1万円返せってやよな。ないやろ。千円札ばっかりやんけ。金ないやん。しゃあない。俺は借りてないけど。ほんだもうオッケーオッケー。よっしゃ。4年前、天気もずっと悪いです。ああそうですね。嫌ですね。嫌ですね。むしゃむしゃしますね、こういう時は。う首とか痛なってくるね、やっぱり天気悪いとね。あなた持病いろいろありますもんね。いろいろはないんですよ。首とかケツとか。まあケツはね、ケツはそうですけど、大田区さんはない。僕だって何もないですもん。こんなにすごいですもん。立派なボディーで。ぷにょぷにょやな。ぷにょぷにょ。お前な、それほんまにやめろ。なんでやん。お前な、これ二度とオンエアでぷよぷよって言いますよ。イメージ悪すぎるわ。全然ぷよ。そんなもんね、触ってね、人は知らんわけやから、触ってうわぷよぷよや言うたら、あまっちゃんぷよぷよなんやなって思うじゃないですか。全然ぷよぷよじゃないやん。いやぷよぷよやん。俺むしろ箱の中身は何だろうなの中に入ったら、触ったやつはサイって言うよ。それはそれでザラザラやん。何かあった時はもう俺の胸板を渡って早く逃げろって言うの。なるほど。あそれはわかるけど。いや本当にそれぐらい硬い。それぐらい硬いですから、うん、そのほんまやめてください。どんどんその無駄な。いや力入れてみんな。何がいいの。ここに力入れてみんな。いや違うわ、力入れろみたいな。うわって。あのね、じゃあ言うとくけどね、はいはい、絶対お前の方が中年の体やで。せやろか。俺なんかもうモナカみたいやもん。あびっくりした。アイスモナカみたいな。あこうこう腹筋が。すごいですよ腹筋。ほんまにほんまにこうやったらパキって割れるかもわからんぐらい。申し訳ないけども。あそうですか。うん、じゃあもうやっぱりね、あ昔言ってたね、家にあのこういうのこうたとかなんか。自分なんかした方がええで。うん豚なってくるで。俺は今豚と一番遠いところにおるけどね。いやぷにょぷにょって何すんねん。何すんねん。自分あれやで、若い時の写真とか見たら細いね。俺はね太ったり痩せたり太ったり痩せたりして激しいけど、あんたこんなやで。昔のあの VTR とか写真見合う進むの。違うんですよ、違うんですよ、それはあなた大間違いですわ。なんでな。あなたは知ってるでしょ、はい、僕ねもともとね太ってたんですよ。そうでしょ。いやそれでもデビュー当時二十歳ぐらいの時にちょっと太ってたんですよ、うんうん、でも僕は自分では全然太ってるなんて思ってなかったんですよ。僕はって、まあ、僕はね。あそうそう、でもあの頃は僕は言ってましたわ。太ってるからね。太ってるからね。
いや僕はね言ってますから。何やったらチョコボータン。もうええわもう。ほいでコンビってこれねおかしなもんなんですよ、はい、売れるとね、うん、まあもう浜ちゃんやまっちゃんやって言われるから、うん、いいじゃないですか、はい、でもね売れる前ってね、うん、雰囲気で言われるんですよ。ダウンタウンの大きい方とかね、 ある時あの頃ねダウンタウンの太ってる方って言われる。これには俺は大打撃を受けます。ピキーンになって関節おかしなってそれ言われてから。でそれで痩せようと思ったの。なるほどなるほど。でもやりだすと意志が強いんでね、はい、あのガン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 痩せていって、うん、50ね、いやいやこんなんやったで。そうそう、あの頃だって53キロぐらいやもん。うん、今って今が55やからね。それはないわ。それはない。それはない。それはない。豚キャラはやめようや。いや俺別に豚キャラに昇華してないね。昔そうやったよなっていう話をしてる。ほんまの舞台のはね、うちの藤原みたいなの豚っていう。まあな、あいつこの間 NK ホール向かう途中、はいはい、一緒に乗ってたんですよ。あいつ助手席に乗したないんですよ、うん、なんでかっていうと雨降りは特になんですけど、うんうん、車が曇るんです。前もそんなことあったんです。なんかガスが出てるんです体から。出来たてかお前は。もうね、何にも喋ってへんのに、あいつの周りだけうわーって。おいお前また曇ってきたぞ。申し訳ないです。あいつ熱いんやろか。熱いんやろな。太ってたらそうなんねやろか。やっぱ太ってる人間っていうのは熱を持っとるんでしょうね。ほんで、あの特になんていうの、曇ったらあかんって思うと、うんうん、どん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 エキサイトして気持ちがね、曇ったらあかん、曇ったらあかん思ったらもううーわーってなる。ああいうのを豚って言うんですよ。僕はもう全然そんなのない。いやいや別にだから豚とは言うてへんが、昔はこうやったなっていう話をしてるだけやん。昔ともそんな変わってないと思うけどね。ね、じゃあでもね、一つ言うときますけどね、あの例えば腹出てるとかね、はいはいはい、言うじゃないですか、うん、でもね腹はみんな出てるぞ。これは言えてる。俺は24から出てた。そうやろ。じゃあはっきり言いましょう。反町隆史でも腹出てる。出てる。あいつらはテレビ出るときちょっとってやってるんですよ。はい、何全身にこうすから。やっとるんですよ、まだ若いからね。そのぐらいのなんか意識がある、ね、取るな取るな。痛い。そんなおもろいぞ。あ、もう大丈夫。ね、やっぱりね気合っとるんですよ。あ、人気商売やから。はいはいはい。もう反り待ちさ。分かる分かる。もう楽屋の時はベーロー。本番お願いします。反り待ちさ。お疲れ様でした。やったらさバーンってなって大福。なんで大福やん。そんなもんなんですよ。そんなもんやねん。まあな、そう、プラスや。若い頃はまだそれぐらいの余力があるんですよ。さあ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 。まあでも僕は豚とは一番遠いところにそういう意味ではいますから。はいはい。僕はもうガリガリ名刺持ってますから。おっと、新しい言葉が出た。ガリガリ名刺。ちょっと。いや、あの楽屋にあります。ちょっとカバンからガリガリ名刺。まあ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 いいですか。ああまあその話はもうええか。すっごい、あもうでもこんなん、まあ、どうせあれでしょ、もうオンエアせえへんもんな。すっごい面白い DVD 見てね、この間、うん、なんかね、いやまあ AV なんですよ。ああ AV なんですけど、ドキュメンタリーで撮ってるんですよ、うん、なんか AV 女優2人ぐらい呼ぶんですけど、まあ、そんな有名じゃない AV 女優に人前で、うん、うんこをしていただきます。面白そうやな。めっちゃおもろい。いやもう嫌です、うん、考えられないです、うん、なんでかなみたいな。そういうの
人前でするもんじゃないじゃないですか。その子はまともなことを、はい、言うだろう。実はその子は子供の頃にいじめにあってたよって、うん、なるほど。でそれからちょっとまあなんかこうトラウマというのが何なのか、あんまりこう打ち解けて人と喋ることができへんようになってしまった。それを克服するためにも人前でうんこなんでやろ、やろ、なんでやねんと思うだろ。ほらその女が、それはわかるんですけど、わかったでおい。ほんでね、じゃあ私やります。結局でやるってなったら、何々何子さん昭和何年生まれ言って昔の写真とか、ちょっとその女のこと振り返るんですよ。振り返ったよおい。ただプロフィール的に、プロフィール的に卒業写真とか、なるほど、そんなんが出てくるんですよ。わざわざ借りて作ってるんや。そう、なんか女の子2人出てくんねんけど、で2人とも結局やるいうことになって、なるほど。なんか綺麗にメイクうわーってメイクさんにうわーやられて、今からうんこをするのにメイクをする何々みたいな。でもね、でも一応笑かす気は一切ないんですよ。まあ言うたら一大決心した、そうそうそう、こうちょっと盛り上げてくれてるわけや。盛り上げてくれてるんですよ。なるほど。なんか赤いカーペット絨毯引かれたところに2人出てくるんですよ。登場や。そうやね。ほんなら客が30人ぐらいおって、白状するんですよ。あー面白い、ね、ほんで真ん中にステージがあるんですよ。あステージってなんかこんなせり上がったところでこうこうこう、すごいでしょ。あ面白そうやわそれ。ほいでなんか一人目の女の子が、うん、まあ、じゃあ言うて、うん、やるんですけど、あの緊張して出えへんねん。はいはいはい、やっぱり出えへんかと思ってたんですよ。ほんなら次やる、次にやらないといけない女の子が一番前で見てるんですよそれを。あなるほど。次でなかなか出えへんやろ。ほんなら何思ったか知らんけど、うん、次のやる女の子が、うん、頑張って。ほんなら他の客も頑張れ。自力で行け。自力で行け。他の方法もあるの。でもう途中でもう泣き出して、私できないですって、うん、私もうこんな格好ですけどね、できないです。じゃあなんかって言ったら、その監督でしょうね。君ね、ここまでしてね。うん、出なかったらね、うん、明日から新年のと同じだよ。なんでどういうことで次2人目ですよ、うん、2人目はもう頑張って言ってたぐらいやから、うん、やる気満々なんですよ、でね、うん、座っていきなり、うん、プーなんだが歩いてましたよ。ねえ、本当ね、うん、まあまあそういういろいろありますよ。そうそうそう、人の要素集まるとこには、ね、昨日ももう嫌だったですよ。あ寝てへんねん2日ほど。昨日も嫌だった。俺も変わるかそんなもんね。何嫌だったですよ。何がいいの。久しぶりに大沢で劇場で出て、あそうそう、あのね、もうあの車にまとわりついてくるね、うんうん、あの子がおるんですよ。であの帰る時にね、バー車にもうガーッと集まってくるんですよ。そうそうそう。でね、何が嫌や言ってね、あの足を引いてしまうんですよ。車のとこ来るからさ、うん、ね、いや悪いなと思うんですけどねえ、いやでもその引かれたやつも痛がれへんしね。いやほんでね、後ろから来て分かれへんのか、ほら後ろから車がバーって疲れてるから前に進まんわけにはいかんし、うん、そのまま止まるわけにもいかんし、うん、とりあえずゆっくりゆっくり徐行やけど行くわけですよ、うん、ほんなら周りにブワーっと来るから、うん、もう分かんねん車乗ってても、こう、ズーン、ほんまやな、あ気持ち悪いと思うねん。完全に踏んどん、完全に踏んでんねん。昨日俺思いっきり踏んだで。あ、ズンムが何回もあった。ズンムが何回も、ほんで止まらん、もうあかん、シャレならんから止まらなあかんと思うけど、ズーングで止まれたらいいけど、ズーンで止まったらシャレならんよ。このドゥン、グン、グまで行ったらなあかん思って、うん、ドゥン、グまで行ったまたドゥンってされるからまたすぐっていうね。なんでだ、体もこんなの。いや、ほんまや、もうあれもうね、気持ち悪いで、人引くのって。ほらほら、引いたことないか分かれへんよさ。当たってくるやつは中におったけどさ。そやろ、ドーンとか言うて。おるやろ、うん、でも
しゃあないもんな、これおいら言われてもな。ただだからそのドゥングのやつもね、うん、痛たたいとか言うてくれたらさ、うん、まだあれやけど、あードゥングドゥングドゥングやから、こう何なんか分かれへんよ。そうや、いやほんであの頃あの頃の追っかけ根性があんねん、ほんまは痛いねんで。あ、そらそら言うてもあんた車が上をドゥングって通ってんねんから、ほんまこっち痛いねん。でも友達も一緒に来てるし、その友達の前に泣き顔は見せられへん。そう根性入っとるわけ、人前で。だからそこでキャー言うとんねん。家帰ってからもうガッとこうね、包帯でやるわけですよ。よくあることなんですけどね、うん、昨日はほんま特にね、うん、ひどかったですよ。あ、そう。で、何がびっくりした、相手ドゥングドゥングってなるでしょ。一人ドゥングってなった、次ドゥーング。どんなやねん、嘘つけやほんまやねん。ここはこんなんか。じゃあじゃあ長いねそいつ、なんかここはこんなんあんの。いや多分ロバ君やと思う。なんか長いねん靴が。この間も一匹またケジラミ見つけてしまいました。どうもね、あの外人さんやと思うんですよ。なんでわかんない。多分グアム初やと思うんですよ。なんでグアム初？スキューバーちゃうかな。え？水ケジラミちゃうかな。そんなあった。なんかガム帰りからなんやかいなー思ったんですよ。便所行ったらなんかホコリみたいなのついてるから、うん、パッて見たらあー、もうお下げ髪やったらこうなってますよ。そんなノブローやないか、そんなの。いや、でもちょっと勘弁、ちょっと待ってください。勘弁言われても。この話ちょっと待ってください。僕こんな話するつもりじゃなかったですけど、うん、その話するならしますけど、一、うん、匹見つけただけやから。いや、だから山ほどおるよ。そして、その一匹は僕はもう、あの、本当に、ピーン。いや、自分が退治したと思ってんねやろ、うんうんうん、いや、でもそんなん分かれへんやん。いや、もうでもいないですから、本当に大丈夫ですよ。もうそんな僕をそんな目で見ないで。言ってるじゃん。そんなん分かれへん。今そうかもしれんけど、家帰ったらまた買いになるかも分かれへんの。もうそれはもうあかんわ。ごっついもうこの子も抱かれたくねえ。こいつに抱かれたくねえ。もう嫌この話。しゃあないよそんなん。出して。でもほんまやで。いや、だってな、俺薬局行ってな、うん、でパウダー買ったんですよ。パウダーってあるんですよ。これケジラミのやつね。でそれファー振りましたもん、うん、もう折ったらね、またポロ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 落ちてくるはずでしょ。何にもな、怒らないですもん。前になった時は振ったらポロ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 落ちてきたんや。それは壮絶なもんやで。これはもう本当にあの戦いやった。積み木崩しやった。誰がくれとるの。誰がくれとんねん。いや本当に、うん、今日は今回はないってこと。今回も全然ないから、もうほんま俺をそんな目で見んといて。俺は2枚目やから。わかりました。でも1匹は出たんよね。やめて、うん、もうそれはあかんで、ほんまに。いや、あかんよ。じゃあもうお前もやっていうことにしよう。俺も今そうやけどって言うて。うん、じゃないと俺だけは嫌やから。じゃあ俺も今ケジラミやけどっていうのをもらうから。え、どういうこと。今そのコメントをもらうから、それ差し込むわオンエアに。俺またケジラミ発見したあのとこにポンって、お前の俺も今そうやけどっていうのをオンエア上差し込むから。だってそんな俺一人はあかん。おかしいやろ。おかしないがな。別に前もそんな話してんねんから構えへんがな。まっちゃんまたなんやで終わるもん。もうやめようや俺そんな。この先もまだまだ俺お前結婚前やでよ。なんだケジラのミーのとこだけ音消すがな。これもうだいぶ歩み寄ってるで俺。なあお前な、もうケジラミイコール松本みたいなとこあんのに。もうケジラーでも俺やん。
ミーやん。ゲジ、ケジラピーやね。ケジラピー。ピーラミーにしてくれる？ピーラミー。やろ？ラミーで。ピーラミーやったらいけでしょ。あ、ええわええわ。それでいこう。ちょっとほんまにもうええやん、もう別にそんな抱かれたくないになるやん。俺こうバーってオープニング、今考えたオープニングは懐かしいの。何やねん、あの時は抱かれたいで出てきたはずや。帰る時には抱かれたくないって帰ってきた。それも面白いやん。いやうるさいな、もう。何してるの。ちょっとね、動物のことを僕みんなに知ってほしいと思いますよ。あ、そうですか。僕はまたあのちょっとマングローブの話、マングローブの話もあるんですけども、まだどん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 知識知れてますから、あのリスの話っていうのはもういい。いや、これものすごいいい話なんですけどね。いや、もういい。あのね。何分ぐらいかかるの？いやいや、もうそんなにかからない。小1時間ですよ。いや、あかんよ。いやいや、もう大丈夫。1分ぐらいにしよう。あ、1分ぐらい。リスっていうのはね、いや、俺に言わんとみんなに言った。俺はお前に聞かしたいの。そしてお前を泣かしたいの。なんだよ。もらい泣きする話。分かったわ。あのね、リスっていうのはね、どんぐりを食べおるんですよ。どんぐり、わかります、はい、でね、リスっていうのはあの全部よう食べへんのですね、うん、お腹いっぱいになってしまうし、でね、どんぐりを拾うとね、トコ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 と言ってね、どっかにどんぐりを隠してまいよるんですね、うん、ところがリスはアホなんです、うん、どんぐりを隠したはいいが、自分がどんぐりをどこに隠したとか、どんぐりを隠したことすら忘れとるんです。なるほど。ね、うん、リスってアホやなって思うでしょ。ところがそれをすることによってどんぐりはリスによってどんどん運ばれていくわけですね。これマングローブの話と全く同じなんですけど、どんぐりはどん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 自分のエリアを広げていってるわけですよ。アホなリスによってどんぐりは助けられとるんです。どうすか。この間卑怯なことをされてね。あ、そうですか。はい、うん、飯食ってたんですよ、うん、ね、なんかね、仕切りがあったんですよ、個室みたいなとこで、うん、なんかなんやろあれ、鉄格子の、うん、こう鉄格子、うんうん、のなんか目の荒いやつですわ。だから向こうは見えへんねんけど、うんうんうん、ね、もう入った時からね、もうなんかうるさいな思ってね、バカ家族やったんですよ、うんうん、もうおばあちゃんがいて、親父がいて、子供がいて、子供主役みたいな、うん、はい、アイス来たよーみたいなんで、みんな来てアイスアイス。そんなガキ連れてくるような店じゃないんですよ、もう。ほんなこのガキがね、またその鉄格子に、わかりませんよ、見えへんから、多分ですけど、ガラ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 、開けてるんじゃなくて、そのバラ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 、あ、音鳴らす、音鳴らすんですよ、バラ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 、たまにバーンバーンとか、なんか体当たりしてる。我慢できなくてバーン。ほな今だとかみんながごっつ引いて俺に、ちょっと兄さん、それは子供のやってることなんで。いやいや、子供のやってること言うたってな、もうこっちはもう十何回やられたのを一回返しただけやんけ。いや、そんな問題、まあまあええわ、うん、ほんで、ほいで、ね、向こうがなんか文句言うてくるなりね、うん、なんか親が来たりしたら、はいはい、なんか一言言うたら思ったんですよ、うん、卑怯な手に出やがってね。どうした。その後一回シーンってなって、ガラガラガラって開いて、うん、どうもごめんなさい。言わせて消すから。おお、なんも言われへん。ええやん、こっつ悪もんやん。いや、しゃあないがな。こっつ悪もんやん。しゃあないがな。あれは卑怯やぞ。いやいや、あれされたらきついわ。お前も蹴るからやろ。いやいや、でもあれされるときついぞ。いやいや、だからまあそれは手やんか、何を言わせへんねん。そうや、まんまとハマったよ。まんまとその虎のイオカルの逆バージョンですから。もう一番安全なのは今はもう子供をいっぱい抱えてることですよね。何が
もういろんな外敵から。いや何が安全やねん、子供をいろんなとこに巻いて歩いてんのが一番安全ですよ。長い休みには気の合う仲間と命がけの冒険に出るという松本さんに質問です。はい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 。シベリアの奥地で見つけたという毒キリンの生態についてそろそろ教えてください。僕出会いました、はい、毒キリン。あの見た目はどんな感じなんですかね、普通のキリンとあんま変わらない。あのね、普通のキリンっていうのはあの黄色地にあの黒点じゃないですか。まあまあ毒キリン逆なんですよ。黒地なん、黒地に黄色点なんです。あ、これ分かりやすい。あ、毒キリンや。そうそうそう。ねえ、こう点の部分もね、よう見たらね、毒って書いてある。いや、ただなんで毒キリンなんですか。噛むの。え、噛むの。それはもう、甘噛ですけどね、噛んでます。甘噛やったら、お前毒噛んであれへんわ。いや、だから余裕なんですよ、向こうは。いや、余裕なんですよ。毒は行かせてないから、それ甘噛やったら。いやいや、だから本当の怖いヤクザってあんまり、うるれーとか言わないでしょ。あ、言わない。いい加減にしなさい。あれと一緒なんですよ。いや、だから、ええ、こんな毒持ってるかどうか分かれへんがな。ずーっと何に対しても甘噛やねんろ。いや、死んだやつはおらんわけやろ、ガブッとかまれて。いやいや、だからその何も こっちから攻撃しかけへんかったら、そんなガブッとは来ないですよ。噛まれたら死ぬんや。死ねへん。どこギリンが言ってるやんけ。アホか、お前は。食べたら死ぬんですよ。あ、どういうこと。え、キリンを。そんな、だフグと同じ毒ですよ。いや、そんな見た目の肝があかんね、肝が。そんな見た目のやつ食べるか。黒字で黄色なの毒って書いてるんだよ。そんなもん食べるわけないわ。そんな死んでないと俺にないぞ。青か、ええ、普通のキリンと一緒で草とかそういうのも食べるわけ。ああ、それは食べますね。甘噛ですけど。甘噛やったらいいお菓子になるがな。だからいつもいいは痛いですから。シクシクしてるでしょ、消化は悪いでしょ。ほら、ふわ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 。Thank you.
Together we will make.